本当に良かったの？私が食べちゃって。私がそうしたかったのだからいいんです。それに私、自分で味わうよりも人の笑顔を見る方が好きですから。アルージェさんの笑顔が私の幸せなんです。その言い方はちょっと照れるな。私も言っててちょっと恥ずかしかったです。さて、また一から材料の集め直しですね。またさらに美味しいチョコを作りますよ。お、期待してる。そうだ、これさっき見張りをしてる時に見つけたんだ。これ私からのプレゼント。自分で使おうかと思ったけど、エレノアの方が似合いそうだからさ。ありがとうございます。これからもずっと私が作ったチョコの味見お願いしますね。新しい調理法を思いつきました。